新しいプロペラが出来上がりました。7号プロペラです。直径18センチ3枚ブレードで幅広の、ブレードのプロペラです。まだ仕上げのエポキシは塗ってません。削り終えたばっかりで形はもう完成していますけれども、これから、仕上げのエポキシを塗って一晩置いておきます。そうするとね、いよいよ海上テストが実施できる段階に入ります。ただね、最近風が強くって、海は波が立っているので、すぐにでも海上テストができるという状況ではありません。海上テストまではちょっと海況が落ち着くまで、待たなければならないと思います。でね、海上テストの目的は2つです。まず第1、幅広のブレードってどうよ。これが1点目ね。次に3枚ブレードってどうよ。これが2点目です。でね、もう少し詳しくお話ししますと、この幅広ブレード、先日漁港へ行って漁船の船外機のプロペラを、丹念に調べてきましたけれども、すべて幅広、こういう幅の広い、ブレードを、備えてました。私が作ってるようなね、こういう細身のブレードのプロペラっていうのは一つもありませんでした。そしてね、95% ぐらいかな、 95% ぐらいが3枚ブレードで、わずかに4枚ブレードっていうプロペラもありました。でね、この幅広のブレード、なぜ漁船の船外機のプロペラは全て幅広のプロペラなのか、それをね、知りたいんですよ。もう少し言うと、その方が効率がいいのかっていうことなんですね。もちろん何らかのメリットがあって、漁船のプロペラは全てこういう幅広なんだと思います。そのメリットって何なのか、それはね、仮説は2つ。1つ、その方がエネルギー効率がいいからだね。そのプロペラを回転させる抵抗力が生じる、その抵抗力をエンジンの力で回す、その結果推進力が得られる。その推進力っていうのはエンジンの力の何パーセントが推進力に、変換されているのか、逆に言うと何パーセントがロスとして、その推進力につながらない無駄なエネルギーとして、消費されているのか、この割合、この効率、これがね、幅広のプロペラの方がいいんだと。したがって、実際的な問題としては船外機の燃費がいいんだと、いうことですね。これ仮説の一つ目。仮説の二つ目はね、その幅広のこのプロペラは、このプロペラの直径の割にパワーがあるんだ。だから小さなプロペラで大きなパワーを得ようとすると、このような幅広のプロペラになるんだ。船外機のプロペラも私のおばあちゃん号と同じで、プロペラはできるだけ小さな方がいい。小さなプロペラで、済むんであれば、小さければ小さいほどいい。こういうね、考えがもしあるのだとすれば、これはあれですよね、スペースの効率。小さなプロペラでできる限り、大きなパワーを生み出したい。だから、漁船のプロペラは
このような幅広になってる。これがね、仮説の2番目です。で、1番と2番は矛盾しませんので、両方ともが当てはまるっていうこともありえます。でも、どちらか一方っていうこともありえます。1番か2番、この、2つのうちの1つとなるのか、いやいや必ずしも2つは矛盾しないから両方当てはまるんだっていうことになるのか、それさえ、今の時点では分かりません。で、テストの目的のもう一つ、3枚ブレードってどうよっていうのはね、これはね、より具体的に言うと、これ5号プロペラなんですけれども、この5号プロペラ、16センチです。で、この16センチの5号プロペラは力が足りませんでした。ケーデンスが上がりすぎて、漕ぎやすいんだけども巡航速度も落ちてしまった、ね、今まで最高速度は捨ててもいいから巡航速度を軽い力で速く、出したいと思っていたんだけども、その巡航速度さえ落ちてしまった。これがね、この5号プロペラです。だからこの16センチはやりすぎだったわけですよ。で、これがね、6号プロペラ、これ同じピッチなんですけどね、18センチです。で、18センチのこの6号プロペラでちょうどいいぐらい。だからね、今のところ私のプロペラをどこまで小さくできるかっていう結論は18センチなわけなんですけれども、3枚ブレードにすれば16センチ可能なのかっていう関心もあります。でね、今は、とりあえず直径18センチで、3枚ブレードでピッチはね、この6号プロペラと同じです。同じピッチです。直径も同じ、ピッチも同じ。だからね、とりあえずはこの2つのプロペラを、比較したいと思います。でね、効率が、まずは効率がいいのかどうか、それをね、検証してみたいと思います。ただね、この2つの比較っていうのは本来比較としてはね、成り立たないんですよ。こっち細身のブレード、なおかつ2枚ブレードでしょ。こっちは幅広のブレードで3枚ブレード、異なる条件が2つあるんですよ。で、同じなのは直径とピッチだけ。だからね、本来はこれ比較、できるものではありません。ただね、効率だけを着眼点とするならば、なんていうのかな、私の感覚で受け止めた、その漕ぎ心地とかね、足の疲労度とかね、スピードとかね、そういう全てのデータを頭の中で処理すれば、想像力を駆使してどっちのプロペラの方が効率がいいのか、これを感じ取ることができないかなっていうふうに思ってます。とは言っても、ちゃんとした比較も必要なので、実はね、このプロペラ、ここから出発してちょっとずつこのブレードを削って細身にしていこうと思います。そうするとね、この7号プロペラ、幅広だった時のものと、それと細身にしてね、こう細くして
まあまあ8号プロペラですよ。細く削って、3枚ブレードで細身のプロペラっていう形にした時の、この7号プロペラと8号プロペラの比較。これすればね、同じ3枚ブレードで幅が違うっていう形での比較ができますから、それをやります。で、最終的には、これ、細身でなおかつ直径16センチに縮めます。そうするとね、それ9号プロペラっていうことになるわけですけど、この2つの比較が成り立ちますよね。16センチで細身で2枚ブレード、こっちも9号プロペラとなった時には直径16センチで細身で3枚ブレード、そうした時に比較すれば、この2枚ブレードで16センチはダメだけど3枚ブレードなら16センチ OK、こういう結論ももしかしたら得られるかもしれません。というふうにね、このプロペラはとりあえずこの形で作りましたが、テストを行うにつれて、この状態で18センチ細身の状態で16センチ細身の状態、こんなふうに、そのデータを蓄積させていこうと思います。そうするとね、不完全だった比較も事後的には、成り立っていく、こんなふうに考えてます。だから、この2つのプロペラの比較が不完全で不十分ということはもう100も承知、後でそれは、補っていくから、とりあえずはこの2つの、プロペラの比較を、しようと思います。でね、そのもしですよ、もしこの2つのプロペラが同じ効率を持っているならば、同じ効率っていうのは回転の抵抗力、回転の抵抗力に対して同じ比率で推進力を発生させているとすれば、そうすればね、ケーデンスに差は生じるだろうけれども、プロペラとしてのね、性能は、変わらないっていうことになるわけなんですよ。だからね、ギア比を調整してケーデンスを同じにして、この2つのプロペラを、比べれば、もし効率が同じなのであれば全く同じ性能を発揮する、同じケーデンス、同じ巡航速度、同じ最高速度、これをね発揮するはずです。でもそうならなければ効率が違うっていうことですよね。で、こっちの方が優れているとなればこっちの効率の方がいい、こっちの方が優れているとなればこっちの効率の方がいいね、幅広のプロペラとこの、細身の、プロペラとどっちの効率がいいか、言い換えればどっちの方が比率がいいか、それがね、テストの結果まずは明らかになってくると思います。でもね、この2つのプロペラあまりにも違いすぎるから、そんな比較が成り立つのかっていうふうに思いますよね。その難しいことは抜きにして、単純にブレードの面積ね、ブレードの総面積、これ全然違います。どれぐらい違うかっていうと、
どれぐらい違うのかな。1枚あたり、ブレード1枚あたりの面積で 2.5 倍ぐらいありますよね。で、2.5 倍あるからこれは、2.5×3 で 7.5 で、これは 1×2 で 7.5 と2を比較すれば3倍以上ね、面積で3倍以上の、違いがあるわけですよ。なのにその比較が成り立つのかその効率の良し悪しがその感覚的に把握できるのかっていうふうに思います。これね、比較がそもそも成り立つかどうかの問題です。でもね、このブレード面積3倍以上っていうのは実は思ったほどの差ではありません。そこがね、プロペラのね、奥深いところでね、その鍵を握るのはね、ブレードに対する水の向かい角です。向かい角を理解することによって、今私が、述べたこと理解できると思います。まあ、それに関しては、次回の動画で、説明して、そのことを、共通の土台として共有した上で、テストに臨もうかなっていうふうに、思ってます。